高森町は、熊本県阿蘇郡の町である。南阿蘇、阿蘇後竹の南東部に位置する。町域は、阿蘇外林山によって大きく東西二つに分かれる。総人口では西に隣接する、南阿蘇村に劣るが、南阿蘇における、中心地的地位を得ている。西側は、阿蘇カルデラの内部、南里屋の一角である。 人口の大部分が集中しており、町役場をはじめとする行政や、商工観光の中心的機能が所在し、JR 立野駅と結ぶ南阿蘇鉄道の終点、高森駅もある。東側は外林山の外側で、北東は大分県、南東は宮崎県に接している。阿蘇地方及び熊本県の最東端部であり、奥阿蘇の名称を関する施設がいくつか見られる。 産業は農林業と観光業が主体。農業は、畑作、稲作や柿、洋タバコ生産、畜産、林業などで発展してきた。近年は、大根、キャベツなどの高齢地野菜のブランド化も推進され、スイカメロンの生産も盛んになってきた。高森田楽南阿蘇の豊かな山野に囲まれて過ごす、グリーンツーリズム型が主であり、観光の応援やペンション。 キャンプ場が点在する。地元の野菜、山菜や手作りの漬物、菓子、ハムなどを販売する、物産館も数カ所ある。料理は素朴な味わいの高森田楽や炭焼地鶏が有名。長距離バス一般路線かつては、大津町の大津中央高森中央間を結ぶ路線をはじめ複数の一般路線が運行されていたが2009年9月末までに、 全路線が廃止され、現在は、コミュニティバスのみの運行となっている。このほか高森真み原間の一般路線も運行していたが、2007年4月1日を、もって、下記の大和町バスとなった。一般国道主要地方道。ありがとうございます。